番組でね、丸山さんとこう、はいはい、一緒にロケ行って、はいはい、で、西田君がね、で、そのロケ車でさ、はい、そのこう移動中に丸山さんのこうオリンピックでメダル取ってるじゃないですか、はい、あのなでしこって、はいはい、だからそのあのメダルって普段どこに置いてるんですかみたいな、うん、言ったらさ、俺結構そのスポーツ大好きなんで、そのいろいろメダリストとか喋る機会あって、うん、でそういうこと聞くのよ、うん、でみんな基本そのなんかケースに入れてちゃんと保管してたりとか、はい、実家のなんか一番いいところに置いてたりとか、うん、でもやっぱね丸山さんぶっ飛んでたね。あ、飛んでる、ぶっ飛びすぎ、メダルを置いてる場所、そうやっぱね俺この人すごいなと思って、だったらだってその飾ってるとか引き出しとかそんなわけないでしょ。そんなわけない。玄関のさ、クリスマスとか玄関に飾るじゃん、あんな感じで金メダル飾ってるみたいな。もっとねお正月とかに、なんかいやそんなね、その大事にしてない。そこまで、そこまでまだこれもなかなかよ、うん、いやでもやっぱ丸山さんの天才的発想もある。 あそこに確かにすっぽり入りますねっていう。すっぽり入りますねっていう。メダルがってこと？そう、これがすっぽり入るでしょ。車のね、車の中なんです、ちなみに車の中ジュースのあれに、そうドリンクホルダーのところに。嘘だろ、だってマジで嘘でしょ。なんかでも理由聞いたら、その、あの結構そういうさ見せる機会あるじゃん、テレビとか、はいはいはい、で車に入れとこうと、現場に車で行くからね。で車でなんか居所いいところはってもうドリンクホルダーのところでっつって、あそこにすっぽり入ってる。すっぽり、うん、コースターみたいになってること、中で時々間違ってこう置くけどみたいなこと言って、いやダメですダメですダメだよそんな絶対。でもやっぱ丸山さんしかない発想だよな、あれはな。そうかも、だから行ってますもんね、行って。だからもういい意味でこう、もうさ何千人と多分メダリストいるけどさ、うん、あそこに置いてるの丸山さんだけだと思うよ。いや本当そうかもね、マジで、うん、やっぱすげえよ。